はい、どうもみさん、こんにちは。太陽歌です。今日もワールドオブファイナルファンタジー前回の続きからやっていきたいなと思います。まあ、前回はねちょっとパタパタがいなかったんで、まあ、今回はね連れてきたんでね、やっとここを超えられるようになりましたってことで進めていきたいなと思います。ってことはいろんなアビリティ使わないと進めなくなってきたのかな。まあ、パタパタもそうですけど、ヒエヒエとかね、あとモエモエとかね、そこら辺もね最近使ってないから、もしかしたら使うようなとこあるかもしんないですね。よし、こいつ倒そう。よっと、よっと、うん、この攻撃はねあんまり食らわないんだよね。よーし、オッケー。宝箱、安定剤、ん？おお、いけるね。なかなか上までは遠いな。よし、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 いいよ。まだ高いか。もっと上なのか。さすがに飽きてきた。飽きる飽きないじゃな。さすがに疲れてきた。これはどこに繋がるんだ。なるほどね。さすがに面倒くさくなってきた。面倒なのはこっち。いや、これ迷子になるぞ。え？まさかそんなことある。バシッと決めるよ。マジで行くぜ。いやー、これ絶対強い。しかも絶対サンダー覚えてるよこいつら。だよね。むしろ欲しいもんな、こいつら。結構体力あるかな。グラグラ安定剤、なあ、めっちゃ食らうじゃん。
いやー強いね。いや、まだ倒れないの。強いな。よーし、これちょっとライブラで見てみよっか。カウンター攻撃を当ててみよう。これ一番難しいよな。まずカウンターついてるやついないし、今。これファイヤーとか効かないかな。あんま効かないね。まあ、でも通常攻撃よりは食らってはいるのかな。ブリザラとかは？いや、全然食らわない。もう少しかな。よーし。スケスケの水晶。違う。よし。ここは、ここ。ここ行けない。あっち側に行かないといけないのか。この青いの。この青いのに乗ってで、あ、でもこれこっち下りか。何を、いきなり。なんだこのタコみたいなやつ。イカ、イカですね多分。うわー、ウォタラとか使ってくる。なんだかんだやっぱサンダーが使えるのかな。これ下りだよね。てかこれ入ってきたとこだもんね。戻ってきちゃった。
あの真っ赤なやつ、これは？あ、なんか進んだかな。あ、進んだ進んだ。おお。ちょっとこのタコみたいなやつ、マインドフレイヤー、こいつは魔法を反射してみよう。そのリフレク使わないとゲットできない感じ。いや、なかなか条件がだんだんめんどくさくなってきてるな。ちょっと混乱になってるし、物忘れかな。うん、よし、魔法耐性アップ。うん、よーし、オッケー。よし、上行くぞ。いや、なかなか登んないとだね、ほんとに。ちなんもない。だいぶ登ってきたとは思うんですけど。思えば遠くまで。またこいつだか。さすがにファイヤーは効かないよね、この感じだと。あ、まあまあ食らうね。食らわないと思ってたけど。じゃあ覚えてないか。ウォタナは結構食らうね。よーし。そうですね。二人ともしみじみしすぎなのです。ん？こっち。お。なんだ？オッケーオッケー。だいぶ登ってきたと思うけど。だいぶ上の方に来たと思うけど。だんだん嫌な気配が濃くなってきたんです。うん、ミラージュもだいぶ強くなってきてる感じがするしな。そうね。なあ、パタパタいけるね、こっちは。生き返すときはテレポストーンもあるですし。みんなのせのせ好きだ、ほんと好きだね、のせのせ。これタワージャンプとか使ってみる？試しに。ドーン。なんかあんま食らわなかったかな？うん、ウォータラは微妙に食らうね。こっちあんまり魔法耐性ないからな。やったな。やっぴあとはやっぱりケアル持ちのやつを
作るべきかな。まあ、最初の玉とかでも全然いいと思うんですけど、一応ひなチョコボは連れてきたんですけど、また来たぞ、これ。土属性の耐性。土の耐性はいるんじゃないかな。ひなチョコボ、土でしょ？土、25。プロタイボール。ここら辺土でしょ？よし。よし、いいぞ。よーし、進んできてる、進んできてる。なんかいっぱいいるな。一応ファイナル打っとこうか。で、そうだな、メガミラージュとか久々に使ってみよっか。多分ちょっとは強くなっただろうから、うわ、この物忘れはきついな。あれ、これなんで使えないんだ。あ、物忘れ中だからか。なんとまた。うわ、しかもアイテム使えないし、これ。いや、これ全然使えないよ、もう。よし。よっと。しょうがないな。よーし、崩れたぞ。よーい、ちょっと。なかなか敵もやりますね。よーい、ちょっと。はい。ってなわけですね。まあ、時間もいい感じになってきたので、一旦ね、この辺で区切っておきたいなと思います。まあ、次回はね、またてっぺん目指して、登っていきたいなと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。まだ、チャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方に、チャンネル登録はこちらというバナーの方があると思いますので、そちらの方をクリックしていただけたら、大変嬉しいです。それでは、またねー。